宇都宮市から今日はやってきてくれましたよ。広報広聴課の宇都宮ブランド推進、協議室のミヤリーです。かわいい宇都宮市のですねマスコットキャラクターミヤリーです。宇都宮市の花さつきの冠をかぶった妖精さんだそうですよ。宇都宮のミヤと妖精のフェアリーからミヤリーと名付けられました。ミヤリー、はい、そしてあミヤリーって応援してますね。そしてミヤリーの頭の上に乗っているお友達乗ってんの？ああ本当だ。お友達がですね宇都宮市の木イチョウの木のイチョウですね。イチョウの妖精でハッピーと言います。宇都宮餃子が大好きで餃子ダンスが特技。ミヤリーは X、まあ、あの前のツイッターですね、いや YouTube もやっているので、この可愛い見た目とは違った上から目線の毒舌キャラが楽しめると思います、ね、ぜひ覗いてみてくださいということです。毒舌キャラなのこれ、可愛いのに。何あ、なんかめっちゃ毒舌言われてるのか今。そういうこと。わ、ちょっと餃子ダンスちょっと簡単に軽く見せられる？せーの。あ、餃子っぽい。チュー。ありがとうございます。今日ね、宇都宮から来てくれました。ありがとうございます。さあということでね、PR タイム終了しまして